前科3番893番ちょいき太郎です。本日のお話は梅毒、性的な病気の梅毒、この梅毒のお話をしたいと思います。少し前まではこの感染する病気が海外の人たちね、海外の人たち、まあどこと言わないですけど、その人たちが来て風俗店とかそういうところでじゃないかみたいなことを言われてたんですが、なんとまあこれコロナ、外国の人たちが来なくなって、それでも増え続けていると。なんと初の1万人超、1万人超えたという、これはですね、暴力団でいうと山口組の人数に匹敵するという。いうようなね、私の基準ではもうどうしても何万人とか言うと、もうヤクザのことしか出ないのでね、これがね、恐ろしい増え方をしているんですよね。2013年、14年は1000人台だ。工藤会ぐらいだった。工藤会のぐらいの数だったのが、昨年は8000人と住吉会と稲川会が合わせたぐらいの人数になってね、もう今年はついに山口組を超えるという。だから、ピンとこないかもしれませんが、私はそうやっていう基準じゃないと、ちょっと数字がわからないので、暴力団の方たちは申し訳ないですけど、こういうふうに使わせていただいています。都道府県別ですと、やっぱり東京、大阪が、まあ、大都市圏が多くなっているっていうことなんですね。東京、大阪、名古屋という順番なんですよ。で、これは何だろう原因はっていうのが、なんとマッチングアプリの影響かもと新聞に出ちゃってるんですね。マッチングアプリが標的になっている。いや、まあ今ふざけたようなことでお話ししてますが、この梅毒というこの病気はちょっと簡単に考えてはいけないんですよね。性病っていうと、私たちはHIV とかがすごくこの感染がっていう時の年代です。刑務所においてももうそこからカミソリだとか、その生活様式がガラッと変わったっていうことで、そういうことがあるので、やっぱりこの性的感染病っていうのは怖い。でもう梅毒っていうものは、我々の時はこの治療するのがなかなか大変で、もう痛みを伴うとか大変だっていうことがあって、なかなかこうやっぱりそこに対しての予防とかっていう知識もあったりしてるんですが、まあ最近になってその HIV のこともあったり、その恐ろしい病気ではなくなってきているわけ、死に至る病気ではないので、今の若い方たちにしてみたら、薬飲んでちょっと痛みなんかそうなっても、そういう症状が出ても病院に行けばすぐ治るだろうぐらいな、甘く考えていたらね、恐ろしい病気だということをお伝えしたいなと。まずもってどういうことかっていうと、これ本当にね、差別的なこととか偏見とかっていうことになるから本当に話しにくいんですけど、女性が妊娠した時にね、梅毒検査って受けるんですよ。で、もしそれになってたらどういうことかっていうことなんですよ。もしその感染していたら、もう難しい言い方をするとあれなんですけど、もうそういうことなんですよ。だから国の法律でもうね、大切な命をということなんですよ。もうもしあれだったら調べてください。私の口からちょっと言いにくい。それぐらいの病気なんです。この梅毒というのは、この梅毒トレポネーマという菌が起こすというふうに言われてまして、まあ性的な接触でうつり、母子感染して生まれた子が先天梅毒となることもある。絶対ではないんですね。これが症状は様々で、新聞に書いてあることなんで大丈夫と、陰部や口にしこりや発疹ができることがあるという言い方なんですね。早期に抗菌薬で治療すれば治るが、途中で薬をやめたり放置したりすると脳や心臓などに合併症が出る可能性があると。で、再発を繰り返す人もいる。予防にはやはりコンドームの適切な使用が有効ということなんですね。これは特定の人だけに起こる病気ではなく、感染の可能性に心当たりがあり、まあその陰部や口などに赤みなど異常が見られたら、すぐに医療機関に受診してほしいということなんです。この病気が今流行っていると。しかももうこのコロナ禍で海外の渡航がないことで、国内で流行している。その一因がやはりマッチングアプリとかで不特定多数とかって、逆に変な話、風俗店は安心だと思います。まだね、まだなんですよ。まだ安心だと思います。絶対とは言いません。でも風俗店はやはりその女性なりね、まあ男性のもある、女性専用のもあるんだで、やっぱりそういう検査だったりそういうことをきちんとしているんだけども、マッチングアプリで直接知り合ったっていうことだと、なかなかそこまでっていう、あくまでもマッチングアプリだと変な話、まあ、結婚を前提としたとか、きちんとした交際っていう建前がある以上、そういう本来はどういうことであっても否認をしてどうこうっていうのはマナーだしエチケットだと思うんですが、結果がこうなっているわけなので、でやっぱりこうなってくると女性にかかる負担が大きいと。
いうことがありますので、まあ、関係ねえやと思う方がほとんどだと思うけども、実際1万人ですよ。1万人の方が感染しているということなので。なので、万が一ね、こういったような何か思い当たるところがある人は、早めに治療ということで、はい、よろしくお願いいたします。